大阪メトロ中央線九条駅。中央線と阪神難波線の両方を利用でき、繁華街の難波、ビジネス街の本町まで乗り換えなしで行ける利便性ある九条駅。そんな大阪九条駅でぶらり歩きの始まり始まり。はい、どうもトントンです。なんかさっきのオープニングどっかで見たことあるような、気のせいか。はい、ということで今大阪九条駅の1A の出口に出てきたんですけれども、こちらのきらら九条の商店街に入っていきたいと思います。九条駅の撮影は初めてで、この商店街も初参戦です。すいません。今日はこちらのきらら九条の商店街の中に昭和62年創業の美味しいホルモン店があるらしくて、今そちらに向かっております。なんか匂いがしてきた。見てください、お好み焼き、たこ焼き、ホルモン焼きあるって。うちの好きなもの、目白押し。すごい、いっぱいテレビの取材も来てますね。あ、何を焼かれるんですか今から。豚玉やね。豚玉、おー、ネギ入りのお好みで。美味しそう。ネギ焼きじゃない、ネギとキャベツのミックス。あ、へえー、たこ焼きがあって、ホルモン焼きがある。これ夢の国ちゃいます。すごい。小腸と肺葉、しかも牛ホルなんですね。嬉しい。いつも見てます。いや、ありがとうございます。嬉しい。すいません。はい、ありがとう。はい。カテとか食べたか。今からちょっとカテ食べようと思って。ちょっと白いご飯に乗っけてください。あー、美味しそう。ビールでもある。いいですね。最高です。店内の飲食スペースもありますので、とりあえずちょっとホルモンをいただきたいと思います。大将、この鉄板三連ちゃんすごいですね。ねえ、ホルモンやってるお店でお好み焼きもたこ焼きも全部あるお店はちょっとなかなか見たことがないですね。うちだけは思います。あー、すごい。創業62年って書いてるんですけど、ホルモンはもっと前からやってるの。おじちゃんがおって知り合いのおじちゃんが、これはもう昭和30年代ぐらいからやってて、これを受け継いで2代目でやってます。あ、そうなんですか。じゃあお邪魔します。すごい、餃子もあるんですね。はい。ソフトドリンクは持ち込み可能なんですか。はい、子供には無料でカルピスあげてます。あ、私はじゃあ無理ですね。子供だっけ。はい、子供だっけ。おしゃぶりでもしちゃってくる。バブバブできたら、あの、いっぱい差し上げます。牛ホルモン 100g 300円です。肺はもっちり弾力があって、小腸は脂身たっぷりでうまい。
ホルチューなるホルモンは店内で食べるだけにしとこうと思ったんですけど、これ持ち帰りカットです。ホルモンの味付けの秘訣あるんですか？この昭和30年だから小吉ちゃんの秘伝のタレやから、はい、味噌系やね。あ、はい、味噌だれ系のホルモンにしか合えへんのタレで、これにしか焼肉やってもちょっと薄いような味噌だけど濃すぎなくてちょうどいい。そうそう、ちょうどいい、ね、味付け、はい、ありがとうございます。めっちゃお酒が欲しくなりました。ご飯にも合いますね。え、火の通りにくい灰から焼いて、その後に小腸を入れて、そうですね、すごいオセロかな。こんな感じね。ええ音しますね。知ってる人はええ調子じゃないと分かりますね。あと12、3分焼いたら出来上がり。じっくり焼いていくんですね。あ、そう、じっくり焼いていく。味が染むように。甘口ピリ辛激辛エード塩、大将のおすすめがいいです。甘口です。一輪一輪ってください。あー、じゃあそれでお願いします。これ大阪の地ソース。地ソース、はい、はい、受けたいです。いつから300円なんですか？え、だいぶ15年、20年ぐらい。消費税は上がってるのにすごいです。はい、頑張ってますね。300円というリーズナブルな価格で、このふっくら厚みのあるお好み焼き、甘い芋が入っているので、ふわっとしてて、そしてネギがたっぷり入っているので、ふわっとシャキッと食感を楽しめます。うちの顔のサイズとほぼ同じサイズで300円。これまたソースがただ甘いだけじゃなくって、コクがあって美味しい。お好み焼きに一味かけて食べるのは初めてかもです。うん、甘口の地ソースと辛い地味が結構タコが大ダコですね。大きいでしょ。言ったんですけど、持ち帰り買ってしまった。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、本日は大阪九条駅から徒歩1分ほどですね、きらら九条商店街の中にある今井商店さんに行ってきました。今井商店の大将におすすめの焼き芋屋さんを教えていただいたので、ちょっと寄りたいなと思います。もう閉まっちゃうところだったんですけど、きらら九条の横にある焼き芋店です。今八百屋が選んだイモさんに寄ってきました。こちら購入させていただきました。デザートも購入できたところで、あとはビールだけだな。正直今日はもうやめておこうって誓ったんですけど、いやだってホルモンにたこ焼きにお好み焼きがあって全部食べないわけにはいかへんし、それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。カフェ、大将がホルモンご飯に合うって言うから。ホルモン焼きは 100g300 円なので、今まで行ったお店よりはちょっと価格は高めだったんですけど、めっちゃいいホルモンを使ってらっしゃるので300円でも納得ですね。うまっ。9月といえばお月見ですよね。団子よりたこ焼き、でかっ。上からかけるものは大将おすすめのだし醤油にしたんですけど、さっぱりしてて美味しい。たこ焼き屋さんとかお好み焼き屋さんとかホルモン焼き屋さんっていうそれぞれのお店はたくさんあると思うんですけど、この産業すべてが揃うお店ってなかなかレアちゃいます。あとね、今日はちょっとスイーツ食べたいなと思って今井商店の大将にお聞きしたら、同じきらら九条商店街の中に八百屋が選んだ芋っていうお芋屋さんがあって、そちらで買った冷やし焼き芋、うわーでかー、あ、めっちゃ柔らかいです。これ割っただけでわかる、ねっとり甘いお芋や。これかなり糖度の高い芋だと思いますよ。八百屋が選んだ芋さん、今日は早くお店を閉められてたんですけど、お芋プラス新鮮な野菜やフルーツも販売されてらっしゃるみたいです。今回八百屋が選んだイモさんのお店情報がちょっと少ないんですけれども、ぜひ概要欄にインスタのアカウントを貼っておりますのでチェックしてみてください。本日は大阪九条駅のきらら商店街の中にある今井商店さんと八百屋が選んだイモさんに行ってきました。メイン料理からデザートまで堪能したんですけど、もうこれ美味しいって確実に言ってしまうものばかりでした。ぜひ皆さん駅近で行きやすいので行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。してろーと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。間違いなく進みすぎるやつ。